これいけんやつやわ。メイユ、これいけんやつ。これ西成で見たことある。西成。結構。どこに？何ですか？アジアパラダイスマーケットという謎やね、すごい。すごいでしょ。なんかすごい僕は入りにくいお店。私ね、昔から本当学生の時から来よってさ、最近は全然来て、まあ、来てなかったんですけど、まあ、私昔からめっちゃ韓国好きじゃけん。あ、そういうお店？韓国系のお店？そう、韓国とか、まあ、中国とか、まあ、アジアの、まあね、食品。食品もある。あ、いいね。し、あの、まあ、K-POP がね、やっぱ今流行ってるじゃん。で、昔すごいもう勢いが伝わってきます、ね。はい、じゃあ早速行ってみましょうかね。おー、こういう BTS、 あ、NiziU とかあるんだ。そう、NiziU の缶バッジとかあるね。いいね。かわいい。今流行りの、はい。ちょっと食品がね、食品もあるよ。はい、ちょっとあの BTS の公式限定の公式のグッズ、かわいいでしょ。なんかこうポップとか靴下とか俳優さんとかもあるし、 CD とかもいっぱいあるよ。マニアにはたまらない。そうなんよ、私もずっと着とったけんね。ちょっと食べ物がもうなんかグルメ的なね。新、まあ、有名な新ラーメン。あ、これ、西成で見たことある。西成。結構。どこにでもあるじゃん。ほんとに？どこにもあるんだ。どこにでもあるじゃん。最近スーパーもったで。あと、このブラックポークミャンっていう。あ、人気なんだ。めっちゃ辛いやつ。これめっちゃ辛いやつ。ちょっとなんか韓国に行きたいな。あとは、私結構好きなのこのバターワフルとか、このハニーバターチップス、バターチップスじゃないけど、初めて見るような。これとか美味しい、これとか美味しい。あとこれ留学しとった時にめっちゃ飲んだった。これは何？これなんかサイダーみたいな。そう、ミルクサイダーみたいな、ホワイトサイダーみたいな感じでめっちゃ美味しいの。この緑のやつは、これはチルチンサイダーって書いてあるね。かけ BTS だって。これもサイダーかな。すごい気になる、なんか岡山じゃないけど、この桃？桃。これはユウじゃん、かわいい。全然わかりません。私。嘘。マジで。わかりません。この辺のやつが結構、これはね、韓国の有名な、なんかまあ、日本でいうしまじろうとか、いう感じのポロロ。あ、なるほど、あるわけですね。かわいいじゃろ。ポロロめっちゃ見よったんよ昔。じゃあもうちっちゃい幼い学生の時はよく来てたの。来てた。めっちゃお世話になってここでいっぱい物買いました。もうかなちゃんって言ったらグルメですからね。しっかり BTS も大好き。ハニーバターチップにしようかな。これ最近だったらなんかコンビニとかにも、コンビニにはってないか、スーパーとかには売ってる。でちょっとこの緑のやつ飲んでもらいたいんだけど、なんかすごい気になって。これ？うん。ロッテでしょこれ。あ、でもロッテに出してる。これ何回も食べたことあるじゃん。ハニーツイストスナックとかこれも美味しそう。韓国のアカシア蜜。じゃあそちらでいいですか。美味しそうやな。まだ行く感じですか。全然大丈夫。あのこの診断トッポキの
このトッポッキスナックっていうのめっちゃ美味しいんよ。 BTS とか流行ってるからクールさんって感じかも。来年、これ20周年になるんだ。そうなんだ。その分で、こんなカードとかもちょっとリニューアルして。あ、そうなんだ、20周年になるんだ、おめでとうございます。あ、ありがとう。来年の4月で、ちょっと名前とかも載せて、あ、インスタとかね、もうアジパラ、アジパラ、アジパラ行こう。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、ごめん。あ、もう K-POP 好きにはたまらんですわ。スナックっていうね、これがまた美味しいよ。これもよく食べよってやつ。なんかどんなの？うん。おお、辛め。甘辛って感じね。すんごい辛いってわけではない。でもやっぱりなんかトッポッキって韓国で、まあ、一番有名じゃん、まあ、有名なお餅の食べ物だから、これがまあスナックになったっていうのは結構なんだろう、道で食べれるじゃないけど、家で食べれる、手軽に食べれるっていうのは本当にあかん。で次カニツイストスナック、これ甘そうやね。うん、絶対甘いよな。ね、これ初めて食べる私も。あ、こういうのってなんだっけ、あるよな、なんかあるよね、100円のなんか おかきみたいなね。待って、めっちゃ美味しい。これこれいけんやつやわ。ねえ、これいけんやつ。これ買って、これめっちゃ美味しい。これメロンソーダ？なんなんだろうな、これ。うちも初めて飲むわ。チーソンサイダー。サイダー。はい。って書いてあるね。でもかけ BTS だから今 BTS とコラボやってるのかな。あ、サイダーか、三ツ矢サイダーみたいな感じか。めっちゃ三ツ矢サイダーめっちゃ三ツ矢サイダーの味する。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。